然だよ。偶然だよ。それに裏が出ても表が出るまで何度でも投げ続けようと思ってたから。つぐこ、つゆりかなお様だ。柱が育てる大使だよ。お屋敷に上がってもよろしいですか。薬湯が入っています。お互いに薬湯を掛け合うのですが、かなおの髪の毛一本すら湯飲みを持はい。善逸もカナオに負け続ける日々が続く。まず反射速度が全然違うんだ。あとは目か。柱の人たちに近い匂いがする。俺が万全の状態でも多分負ける。ついていけてる。抜けた。やっぱりカナオは早いな。あ、いたいた。カナオ。師範の指示に従っただけなので。何？エルス試合はないから。さようなら。お金？表と裏って書いてあるね。さようなら。どうでもいいの。これを投げて決める。って決められないの。きっと。え、うん。ありがとう。何を？あれか。頑張れ。人は心が原動力だから。どっちだろう。出なかったはず。